初めましての方は初めまして、イレールナオ。マリサだぜ。三角はこの辺にして早速だけど、インサピルスと戦っていきますよ。今回も一通りコマンドがありますね。とりあえず見てみますか。ちゃんとスパゲッティがあるんだぜ。早速初見殺し来たな。これはなかなかこの先が楽しみになるぜ。自分は心が折れないか心配だよ。自分から骨に突っ込んでいったような。直撃は避ける、直撃は避ける、直撃は避ける。なんとか受けましたね。次のターンはちゃんと回復した方がいいと思うぜ。うん、そうしましょう。マリサさん、アンテムを切らしたら丸いので雪だるまのかけらにしておきますか。回復量が心配だな。頑張れよ。さあ勝者、攻撃が早すぎて見切れません。なんでいきなりじゃあ勝者。勝者助けてください、全速できません。さあ勝者助けてください。グラウン、キンパピルスちょっと強すぎませんかね。KR ついてなかったらアウトだったな。やったー、ダメージが半端じゃないので早く回復を。回復ってかなり大事だな。うん、アンテム消してから死んでましたからね。初見でさっきの速さのやつを避けるのは嘘だが、アピルスが優しくてよかったんだぜ。このゲームやり慣れている自分からしたら、これくらいの攻撃、もう何てことありませんよ。私には全部嫌ってるように見えるんですが、そうか、これが、やりません。全部避けるのは難しそうなので、今回はギリギリで耐えるように、しようかと思います。インクサンズの時と同じ戦法だな。そうですね、リサさん、ギリシマンのように引き、ターン転換を待ちます。助けて、雪だるまエモン。雪だるまを溶かした張本人が言う、セリフじゃねえ。ごめんなさい。これ攻撃していいのかな。ここで終わりのようですね。では、今回の動画は以上になります。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。